ージ順調。なんてこと。しない、手加減はしない。君らはこの力について何も知らない。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。即戦即決で行こう。くらえ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。一子同時にな。涼しいですね。はっ、またあの女の影。今回はなんかこれまでの残影とちょっと違う。死に勇者。え、今もしかして喋った？近づけてはならない。まずい、美月どいて。正確。侵入者。あらら、困りました。ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの？どれだけ見た目が似ていても烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。コブを万事基地とならん。一心同期。ルールは破るためにある。アウト。わしをいじめるな。頭を冷やすとき。始めようか。あんたの番だよ。わしが直してやろうか。そうれっ。やっ。震えろ、我が威厳のもとで。痛くも痒くもない。手加減はしない。重傷じゃぞ。ボンブンモンケリ。落ち着いて。ふん、貫け。雪崩に飲まれろ。頭を冷やすといい。君らはこの力について何も知らない。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。即戦即決で行こう。客ならもてなすほかありませんね。万事順調。罪人よ、極寒の審判を受けるがいい。話をいじめるわ。見せてやろう。狂炭の中の薬よ。助かった。千の神器を持ってコブを。万事基地とならん。一心同期。手加減はしない。始めようか。あんたの番なんだよ。ふん。ルールは破るためにある。
和をもって尊しとなすのはどうでしょう。痛くも痒くもない。頭を冷やすと即戦即決でいく。やん、ルーシー、準備よいしょ。貴様らの敗北は決まっている。手加減はしない。君らはこの力について何も知らない。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。約束された世界。消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。実を言うと、慣れるまでが大変なんだよね。うちも前は姫子と妖おじちゃんに頼ってばっかだったし。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。